わさお。これは日本一愛されるブサカワ犬わさおが自らの過去を演じた奇跡の映像プロジェクト。人に捨てられ厳しい大自然を生きなければならなかったわさお。見つけたら撃つんですか。やけんなら処分しねばまいねえので。みんな一生懸命生きてんのにね。あなたの名前今日からわさおだよ。クマだなの。ずっと一人ぼっちだったんだよな。大自然の中で生きるわさおと人間の温かい絆の物語。そこには感動を超えた命の息吹があった。わさお。この春わさおが日本を元気にする。